PC エンジンミニ625枠目天外魔境2万字丸79枠目、和骨です。黒金さん、3年 B 組、ドンパチ先生さん、シャトルさん、5個目さん、吉部さん、いらっしゃい。和骨です。8個目さん、いらっしゃい。パウさん、ありがとうございます。ワクオツです。一方その頃からですね。はい、良い餌から、その餌は何なんだ。良いところで終わったマンジマル。10個目さん、スズナさん、いらっしゃい。ワコ、愛してるよマンジカだね。13個目さん、クラソウジさん。15個目さん、いらっしゃい。この餌に食いついた時がマンジマルたちの最後でございます。ワコ。17個目さん、いらっしゃい。さあ、鋼鉄城取ったんで、いろいろと。猫さん、パウさんが例です。なんと鋼鉄城を手に入れた東野さんです。春季コマンドで全ての国に行けるようになった。やったぜ。でででででとりあえずここは怪しいところはないよね。あ、ここになんかこの村行ってないよ確か。22個目さんです。パチパチパチ行ってないね。あの伊勢の妙見さんいらっしゃい。六甲峠状態はどう。みんな回復したんだっけ。はいはい、よくいらっしゃったの。一泊十両じゃが泊まっていかれるかの宿泊と記録の両方じゃな。だばええ夢でお見せいね。こういうねところにお金を落としてあげる。気づけていきながらや。またおいでマジマルハン。ありがとう。ほとんどのお客が通らんここにね。バーソーさんいらっしゃい。何になさいましょう。品書きをご覧になりますか。鋼鉄城取ってから敵力アイテム打火術使ってレベル上げまくりました、うん、これで態度が悪かったりぼったくった連中に復讐ができますね。そば団子でもね食べましょう。おきぬちゃん和骨。はい、30個目さんいらっしゃい。おじさんありがとうです。またどうぞ。金は私のためだけに使いませんよ。どうも。おいちい。おいちい。てか、ここおじいちゃん2人だけなんだね。この峠は。寂しいな。おじさんがありがです。いやいや。男の峠。あ、怪しさ爆裂じゃない。あそこも怪しさ爆裂じゃない。 あそこはでも一回行ったか。右上はね、ワコツンです。あれはなんとかどうから行くとこだね。キビ行ったのか。はい、赤戸大門さんにしよう。お、天狗発見。よう、あんたらが噂の日の勇者かい。どうだい景気は。見たところ調子良さそうじゃんかよ。俺かい。ご覧の通り絶好調に輪をかけたくらい景気いいんだぜ。おっと、肝心な話を忘れてたな。あんたの持ってる巻物の中から一つだけ使う技の数を1だけ減らしてやろうじゃないか。あ、まだ天狗だ。たった1だけだとバカにするなよ。すぐにやるかい。またにするかい。本当に武器の術でいいのかい。昭和でもよかったかな。なんか昭和の方が怒っ。この術を使うときは俺に感謝しながら使うともっと効果があるかもよ。本当に。ビブキちゃん何になったの。ビブキ4だ。昭和7減らしたら6だから、昭和6にしてもいいかもしれないね、まあ、これ次にプレイするときは。森さんが1番さんが例です。アガト大門さんが例です。でまた発射。あら、読めないの。ここら辺はダメ。あ、ここ岩があるからダメかね。ダメだ。和骨です。ここら辺がいいかね。さっきここら辺で降りられたから。タカさんいらっしゃい。来た来た。でっでっでっ。お、キビもいける。キビ焼きとなんか電気いけるね。でっでっでっで、稲葉とかいる。
あれ、あそこは何か言ってたっけ。取ったよね、取ってない。洞窟から出てるってことは多分取ってると思うんだけど、取ってる。おいでー。こんなところに何かある。真ん中ら辺で左上に、お、こんなところに天狗が、あ、何かある。あれ、これ取ったんだっけ。取ったの。この形なら空飛ぶより足つけて蹂躙しながら進んだ方が良さそうだけど。ああ、ヤマトダイアンの人ね、大変。再生怪人がいたところね。いいね、地鳴らし。ねえ、地鳴らしだよ。そこに洞窟なんか。荒神谷古墳。行った記憶がないけど。されますよ。あれ、鋼鉄城だよな。鋼鉄城だ。なんか来た記憶がないんだけど。撮ってるっぽい。こんなとこあったっけ。お、蒼龍の口。なんか弱い気がする。鋼鉄城から出入りするマンジマルカズユキを見かけた人々の口コミで排斥運動に発展。ワクオツです。猫じゃらしじゃないし。梅、お、こけしが。おきぬちゃんあげよう。何よ、なんで私くれるのよ。あ、こんなとこに巻物があるじゃん、追い風の。なんだこれ。があったらちょっと、これ確かあれだよね、効果長くするよね。おきぬちゃんの方がいいか。ワコックス、こけしはすべておきぬちゃんに預けます。おきぬちゃんが、おきぬちゃんに、お月読み上げよう。農協牛乳さんでしょ。ウリヤメコ、目に馬屋の昼に、スタッフ目、うたつのコンホコに。こ、こけ、こうけすんだけど、これ。もう今さらだけど、今さらだね、これ。もっと前に来ないといけなかったのに。なんでも引き波使えるけど。よし。そういやラックスさんは梅干しも苦手系ですか。あ、梅干しもダメですね。うん。じゃあ君に行くか。いや、見てなかった。岩見のあそこに何かあるじゃない。あ、あれはあそこか。あの暗闇城があった。カリカリフニャフニャ問わず。味がちょっとダメですね。特に怪しいところはなさそうか。雑草苦手だけど梅は美味しく食べれることを神に感謝します。
より来たのかな。あ、まだ来てなかった、よかった。お好きな巻物をご指示ください。どれか一つの巻物の使う技を一だけ減らしてあげましょう。今すぐにいたしやすかね、それとも後にいたしやすかね。くどいようですが、いぶきの巻物でいいんですね。もう一度決めたからもうしょうがないね。イエーイ、伊賀さんからです。この国の真ん中あたりに住んでる足の友人の天狗はもうお尋ねになりやしたか。いつも楽しませてもらってるから、みんなでお金出し合ってラックスさんに漬物送らない？送っても、送ってきても私は食べられません。真ん中にいる天狗、真ん中特に怪しいところないね。多分歩いてるだろう。男目送ります。てててててて、男目も食べないと思うよ。和骨です。66目差し。で、君か。もういきなりもうじゃあちゃんといいや。なんか人からのキビも真っ赤なとこなんだ。何があったんだっけ。右に丹波、上が出雲。オーケー、滑る天気なんだっけ。オーイエス。真っ赤なとこは栄えてる場所ですよね。熱の発射。いや、栄えてないとこです。強い。おー、天気やん。熱の発射。気持ちいい。おいちおいち、お金も2000があるじゃん。特になんもないね。明けガラス。でも痛いね。あ、一発耐えた。真っ赤なところは犯罪発生率が高いと聞いた。極楽61だー。お、天狗のじゃねえ、あれだった。一番トリガーを預けちゃいけない人が喜んで売ってる。うー、忍者だ。マジバル殿、貴殿の父君はこの地で亡くなられたと聞き及びました。西の山あいにお住みの天狗様が父君の最後を見取ったそうです。訪ねてみられてはいかがですかね。なんですって。ここでうちの父ちゃん亡くなったのか。なんだって。マジバル様でございますな。大噂は聞いておりますぞ。今宵はこの里でお泊まりくだされ。宿泊の記憶でござるな。ね、もう小手城でやったら普通にあれだよね、経験値稼ぎはもう小手城でやるよね。空の敵おいしいしね。しかもね、寝覚ましょう。レベル上げが簡単に簡単になっちゃうね。西の山あい、上になんか間違ったっけ。おう、ブックマークだけしとこう。おう、マニマル61だーん。歌舞伎も61だーん。おきぬちゃんはまだ、おきぬちゃんまだだね。田代峠、南の山の方から気味悪い地鳴りがしてるんだ。また暗黒乱かな。いらっしゃいませ。素泊まりです。当宿のお布団はとっても寝心地が良いと評判ですのよ。あ、そう。じゃあ寝よう。ということはその人が喧嘩収しなきゃ積んでたってことになるのかな。でーん。よし。毎度ありがとうございます、マジマルさん。ご分、お祈り申し上げております。佐賀さんのステスロスの援護射撃とこっち、うん、そうだね。こっちが先かと思ったら向こうだった。ずいぶん前だけど、鬼の一軍が南に下っていったわ。その後すぐ後に暗黒乱の音が北に出たのよ。旦那何でも揃ってますよ。とりあえず品を見ていてくださいよ。何でも揃ってないね。毎度どうも。ここは吉備と出雲の国境の田代峠です。南は吉備の国、北は出雲の国です。出雲の国はそのまま通り抜けできるの。ということはこっちから何かあったっけ。どうもお下がりです。こちらもないよね。
こっち歩きで行けるだけだよね。いや特になんもなかった。トンございません。あれ呼べなかった？さっき呼べたじゃん。あ、この辺で呼んだんだっけ？あ、これか。こいつか。おお、あんたかい、マジマルってのは。1年前になるかな。あんたの親父さんに頼まれてな。こいつを預かっておるぞ。ほれ人間の巻物だ。確かに私だぞ。イエーイ。吹雪御前ってのに出くわしたら必ず敵を取ってやるんだぜ。あんたの親父さんはその吹雪御前の罠にはめられて氷漬けにされてやられたらしいぜ。なんだって？そうだったのか。そうだったのか。あっと、天国の叫び。カタカナにするとなんかやらしい感じ。やられた。ハニートラップに引っかかったんだよね。ハニートラップだろうね、多分ね。逃げた。わあ、盗み野郎！盗み野郎だこいつ。わらわら。わあ。うわあ、盗んだから帰ってこない。最悪だ。うわあ。親父を殺した手段を好んで使うラックスさん。最悪だなこれ。ここら辺呼べないか。もうちょいか。お金。うわ。飛び柄。お金返して。お金返して。あ、お金返して。うわ、地上から。うわ。忘れちゃったわ。でも鳥は呼べる。あ、呼べなかった。買って。鋼鉄城一発が。日給の恨みを晴らしてくれたんだ ね。 うー、鋼鉄城の転送を使えば乗り込むのにスペースいらないと思うんですが。オッケー。吹雪御前のフグ鍋に引っかかって死ぬなんて。そうだよね、確かに。なんでスペースがいるのかそれがわからない。瞬時に移動できるんだからね。あ、でもここいあれだ、ね、ここキヌちゃんとこか。結局最初のところに行くしかうじゃうじゃ行くから着陸できない。また私ばっかり。もうイエス。ここにも忍者がいる。まあ、最初はそこにワープしたからそこがね。おきぬちゃん61だ。ここだった。アスキーアート省略。まあ、どうして盗まれたお金は。砂を解禁。あーっと、何これ。乾きの麺で、うぶみゃ。あ、三角出てこなかった。早速人間どない意欲高くない。あーた、あーた、あーた、あーた。ぷにゃぷにゃ。あー、なんだなんだこれ。あいだいだいだ。トウリュウ。ザコにも効かねえ。いやらしい出来多いね。岡山町火の一族のマンジバルさんでございますね。岡山町にようこそいらしてくださいました。あ、有名人。何日か前にあやって名の貴婦人が町にやってきたんだよ。何でも娘を探してるそうだよ。このご時世親子の行き別れなんて珍しくないけどね。あ、どうなんですかね。もらえるのかね。一人が分裂してるからね。よ、仲間呼んだらもらえそうだけどね。前受け身が得意な娘ですね。なんでもお隣の秋国に根の一族の城ができたそうじゃが、あの国の人たち大丈夫かの。
このキビ国にはウラっていう鬼が率いる鬼の城があるって話本当かね。なんだって、ウララジェロニモかな。鬼でも人でも根の一族でもない民の住む村がこの国にはあるというのだが、確かヒバ村と申したかな。今日のアヤさんって鬼と結婚したんでしょ。じゃあ今は役以上に住んでいるのかしら。役以上、それアヤちゃんだね。前受け身よ。うちは道具屋でございます。何かお求めですか。大黒柱である。大黒柱、これは高いんだろうね。もう何もね、あ、影の色いるのね。どうね、カラクリフルって沈黙の株の売ってこれ売ってと、今何持ってんの、どこの家から盗んできたんですかね。大黒柱もう解体したところからじゃないの。清涼岩、陽涼岩、毎度どうも、またお越しください。泥棒か。あれ、後ろにいるお姉ちゃん、こないだ来たあやおばちゃんと似てるな。そう、おばちゃんじゃないわよ。北の方は溶岩が多いから歩くときは気をつけなきゃダメだよ。いらっしゃいませ、僕を求めてっか。名刀ホエムル、うわ何これ、雷刀、新名刀117万字専用、うわ33万7000円、うわ大車輪刀60。マドンナはもうおばちゃんって呼ばれる年齢なんですね。うん、森さんが一番されて、マドンナもおばちゃんではないですよね、おばさん。アジサイの靴70、おばさんがおばあちゃんだからね。66、あ、70早くなってる。まあ、キングちゃん専用だ。私専用、私専用。58、まあこっちの方が伊達店が早いじゃん。わあ、お金がいっぱいいるな。 いくらあっても足んないな。しぶきの頃も137、しぶき、うわあ137、かなり上がるわよこれは。 お得。気候はあれね、夢グループなら同じ値段でも安いって言ってくれる。安い。まあ新名刀欲しいな。117、7でも7だもんな。7だったらおきぬちゃんの服の方が、おきぬちゃんでも外れるからな外れるから、ちょっとまだもうちょっと保留なんだかドス黒い花粉が西の方から飛んでくるんだよ。未来を知っている、未来を知ってるから。アドカレ城にようこそ。ご利用になりますか。感じる。あ、ここちょっと宝箱何個あるか見たいからね。歌舞伎ちゃん持っとこう。よし、いっぱいあるな。いっか、とりあえず何か使うかもしれないし持っとこうか。またのご利用お待ちしております。長船村なら東へ下った先ですよ。それがし、長船村へ刀を求めに参る道中でござる。長船村は名刀の産地、きっと良い刀が手に入るでござろう。ああよかった、ここで買わなくてよかった。なんか長船村かな。じゃ、まあ、火の一族で歩いてるだけで体力が回復してしまうんやでね。すごいからだよね。まあそんでもどうしようもない負け戦もたまにはあるやろし、その時はわしが手当てしたのでな楽しみにしといてよ。いやだ、なんとかわしの目の黒いうちにこの国に平和を取り戻したって。万事丸さん、しゃぶらせてもらいますよ。しゃぶらせてたまるか。絶対しゃぶらせねえ。ジンバール勝負できないんだよね。あやさんって今日で四天王寺にさらわれた女の人じゃないかい。楽しみですね。近頃見たって人が多いのよ。大江山に連れ去られて挙句の果てに差し違えたって噂の、あの人生きてたんだね。生きてないわよ。倉敷村は道を西に行ったところですが、近頃は根の一族が多くて遊びにも行けないんです。まあまあわしの大事なことが盗まれた、こんなことなら倉敷村の蔵に預けておくんじゃった。
予告ホームラン、チパチパ宣言だ。ちあの家のじじいがいつも大事にしてる巾着袋をちょろまかしたらよ、中に入ってたのはくせえ入れ歯だけだったぜ。お前か、ここにいますよ泥棒が。返してあげなさいよ。これは案件ですね。まあ、まんじわる3号生さんありがとうです。お城がある。北にある山脈の向こう側から君の悪い地鳴りが聞こえるのだ。何かあるのではあるまいか。残りの暗黒ランはあと1本だそうですわね。なんで知ってるんですか。百名眼いらないけどもらっちゃおう。来るなら来てみろ、根の一族。この城は守ってみせるぞ。他の地方では根の一族がいなくなったんですってね。羨ましいわ。米一預かり帳、麦一預かり帳。ずっと西の長戸国に暗黒蘭が咲いたという噂なのだ。おお、1万2000両。一中松山城がモデルの町はあるのかな。盗まれたものが帰ってきた。どうでしょうね。広島の殿から我が城へ救援物資を頼むという申し入れがあったのじゃ。我が城の補給物資は倉敷の蔵に保管しておるのだが、無事に広島まで届けることができようか。倉敷村の蔵の中には扉の開かないものが2つあるそうだ。その中には不思議な宝が収められているという言い伝えがある。秋の国には広島という大きな町があるのじゃが、その町が今一大事なのじゃ。根の一族が生み出した氷に周囲を囲まれ、外からの食料補給をままならぬらしい。なんと綾殿と申されるご婦人が先日城に参られてな、娘が来たら役以上を訪ねるようにとことづてを頼まれたのだが、もしやそなたらのことでは。綾様は見るもあでやかなお美しい人でしたわ。さすが京都のお方ですわね。私も一度京都へ行ってみたいわ。それだけですか。特に何もなかった。よし、じゃあちょっと長船村が気になりますね。そこに行きますか。城の裏側は何もいませんね。ん？特に回ったけど何もなかった。歩きで行くのはちょっとあれだな。飛んでいこう。あら、読めない。おいでー。あ、あった。はい、ご視聴ありがとうございました。 PC エンジンミニ版天外魔境2マンジマルは毎週火曜日やってます。また来週の火曜日お会いいたしましょう。おでした。次回おさふね村。おでした。ヨウキヌちゃんが狙われるね。オツでした。はい、オツでした。オツでした。はい、オツでした。おやすみなさい、オツでした。おっと、はい、オツでした。バイハドソン。バイハドソン、おやすみなさい。オツでした。はい、オツでした。